今回塗装をしようと思ったきっかけを教えていただけますでしょうか。そうですね、もともとは塗装でなくてキックが割れてて、でこれをまあ修理するということで知り合い通して中山さんのところで話させてもらったんですけど、うん、その時やっぱ足場組むじゃないですか、はい、だったら外壁も一緒にしてしまおうということで外壁塗装も依頼したってことになるんです。建物の築年数を教えていただけますでしょうか。だいたい15年16年ぐらいと思うんですけどね、はい、今回提出させていただいた見積もり内容はいかがだったでしょうか、はい、妥当な金額かなと思いますけどね。相見積もりしてないんで1本だけなんで何とも言えないんですけど、ネットで見る限りではいい感じかなと思います。中山コーティングだけだったということなんですけど、はい、他社さんを取られなかった理由など何かありますでしょうか。知り合い通じてなんで知り合いの人を信用してるんで、なんかこの人からの紹介ってことはちゃんとしたとこだろうっていうことですね。で施工中画像やですね、本日お休みさせていただきますなど LINE を通じてですね送らせていただいたんですが、内容などいかがだったでしょうか。仕事柄朝行って帰ってくるのがもう暗なってなんで、まあ、一切状況わからないんで、これがまあ画像で一応確認できるんで、まあ、これはいいとは思います。はい、今回塗り替えを行わせていただいた際に色もちょっと変えたりとか艶の調整なども行わせていただいたんですが、仕上がりはいかがでしょうか。だいたい同色に近いものをお願いしてたと思うんで、前の色と同色に近いんで完璧かなと思いますけどね。今回中山コーティング施工して良かったことを教えていただきたいと思うんですが、先ほどのあったの LINE の画像ですよねが見れるんで、朝から仕事行って夜帰ってきても真っ暗で何も言えないが、一応どんな感じでとか、あと手直しとかこういうのもちゃんとね、こういう状態であったんでこれ手直させてもらいますとか、そういうのもあったので、この辺は良かったかなと思いますけどね。徳島市でですね、いろいろな塗装会社さんもいる中でお選びになられることがですね、皆さん至難の業というか、何を基準に選んだらいいかっていうのが分かんないことが結構多いので、その方たちに向けてですね、一言アドバイスをお願いいたします。よその業者さんと関わったことが一切なくて、まあ、今回まあ中山さんとしか関わってないんですけど、まあ、最初の見積もり段階でも会社の方訪問させていただいて、塗料がこんなんですとか、色もこんな感じでありますとか、あとパソコン使ってこの色だったらこんな感じでっていうベタの入れ替えみたいなのを見せてくれるし、材質いろいろねデザインとかもあるんで、そういうのを使って説明してくれるのは安心かなと思うんです。 LINE の画像とかもそうですし、内容的には十分満足できると思いますけどね。ありがとうございます。はい、はい。